はい、どうもピョキングです。今日もトロールコースを一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トラストザワルシン 50s バージョン11ということで、ワルシンっていうのは分かんないんだけど、トラストは信じてっていう意味だからさ、50秒を信じて、もしくは50コインを信じてっていうことかな。それじゃあ僕はこのコースに50コインがあれば信用していきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.59% で、今日の僕意味もなくテンションが高くなっております。まあいつものことだと思うんですけどね。開幕あっつえ、スタートから速攻でマグマ上がってくんの、珍しいトロールコースだな。じゃあハテナブロックを叩くしかない。このハテナを叩いてこの場所に逃げておく。何が落ちてくる、はっどうしようもねえじゃんかこんなのじゃあハテナブロック叩いたらさ、右に避けろっていうことかな。で、この辺でキノコ降ってきたよね。多分このキノコを取って先に進めっていう感じだと思うんですよ。頼むって、誰か僕を小さくしてよ、この豚野郎が。じゃあここはキノコを取らんで先に進んでみるよ。そしたら右のブロック開くんかな。天国への扉が開いたね。なるほどね、この下に音符が隠されてるっていうことね。多分この先だと思うからさ、こっからジャンプしておける。いや違うんだって。え、ここ難しくない？上の針に当たらないようにでしょ。このブロックをうまく使って右に行けっていうことかな。これでいい。よしよしよし、さあ進みますか。いやいや意味わかんないって。このハテナブロックの配置はさ、左のと全く一緒だから、左のハテナブロックを叩いた後に右のハテナブロックを叩けっていうことかな。ただあのハテナブロックのところまでどうやっていくかだよね。一旦キノコ取ってみようか。一旦キノコ取って砲台を下に落としてみるね。そんで左側に追っておけばブロックが壊れるみたいな。なるほど、やっぱりそういうことだったのか。そして左側から叩けっていうことだったよね。信用していいのか。バネ、これは武器物。いやもう分かったよ、ここはテンポよく叩かなくちゃいけないね。ワン、ツー、これで進路が開けるっていうわけだね。さあ進んでいきますか。たまにはまで仕事してくれるじゃねえか。うわ50コインあるよ。信用していいのかな。コース名に書いてたよね。頼む50コイン信用するぞ。え、信用したらダメなの？フリッツェル、それがお前のやり方か。いや僕はまだ50コインへの希望は捨ててないよ。この先何があろうと50コインを信用していきたいと思います。さあ進んでいきますか。スネークブロック、あなたも信用していいんですか。スネークブロック乗ってこの場所、この場所で待機しておく。それはナイス。いや今のスネークブロックはピンポイントすぎでしょ。じゃあ左のキノコの場所に登っておこうか。そしてこのまま、あ、上にリンクがあるよ。このリンク取れるの、頼む。よっしゃ来た。そして爆弾でブロックを壊して右下に進めと、そういうことだと思うんですよ。さあ行きますか。あのドアに入っていいのかな、それとも右上行ってみる。この右上行ってみようか。そっちの方が気になるよね。はっ、やもだ。それじゃあここは一旦被弾してドアに入るで合ってんのかな。絶対こっち、やっぱなんか違うと思った。別のルートがありそうなんだよな今の場所。トラスト50、いや僕信じたよ50コインよ。さ、いやしかしキノコは取っちゃダメっていうこと。キノコを取らないで50コインの方に行ったらなんか変わんのかな。それじゃあこの先にキノコがあったと思うんだけど、このキノコを取って一旦被弾して50コインの方行ってみようか。それでなんか変わんのかな。いやまだ謎なんだよね、なんでキノコを取る取らないでさこんなに仕掛けが変わんだろうって思うんですけど、今2回変わったね。これで先に進めるようになってるみたいだ。来た50コインよ、たまには仕事するじゃねえか。さあ中間ポイント取れました。コイン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 、おコインコインやってる場合じゃねえかったよ。だからそこをどいてくれ。まあまあチェックポイント取れてるからね、全然いいよ。むしろ動画的に美味しいくらいだね。いやこれも違うんだって。それじゃあ次はしっかりとこの鉄球をかわして先に進みたいと思います。右上に10コインがあるな。一旦このハテナブロック叩いてみていい。鉄球下にも行けるね。
今日僕は10コインは信用しない。50コインを信用するんだ。50コインと一生付き合いするって決めたんだ。なんでこの50コインは信用していい。そうじゃないのか。それじゃあこの50コインに引っかかった時さ、右下にツタがあるみたいな書いてなかった？ここで一旦上を出発してみよっか。そしてあれ、あ、陸地があるっぽいよ。そんでこのまま先に進めると、そういうわけだね。それじゃあ進んでいきますか。なるほどね、次に50コインの方に行けっていうことね。制作者さんは優しいな、ヒント書いてくれて。なんて言うとでも思ったか、何度もやり直しさせやがって。いい加減にせんか。それじゃあここは下に落ちてツタを出した後に左に行けっていう感じだったよね。これでさ、多分上スクロールが発動しないみたいな。なるほど、そういうことね。それじゃあ進んでいきましょう。ここは四角の枠信用していいはず。よしよしよし、危ねえ。ここ多分鉄球かなんか出てくるんじゃないかな。さあ行きますか。次は一生やし、いや大丈夫。そこに隠しブロックがあるのね。それじゃあ良い子のみんな、ここは何もしないでキノコさんを待っておきましょう。そうすればきっと願いは叶うはずだから。さあこのキノコを取って先です。当たってしまった。もう一個ブロック壊さないけんやったよね絶対。すいません皆さん、ボンミスが多くて、ボンミスも僕の売りということで勘弁してもらえないでしょうか。じゃあここは土管に。あれ入れんよ、右に押し出されるみたいな感じなんかな。なるほど、ブラパいい仕事するじゃねえか。バレと思ったけど、もうバレじゃないの、ブラパあなた友達になろうよ。友情撲滅。やっぱり僕はバレ以外に友達はありえないね。こんな口が裂けた植物、こっちからお断りだぜ。じゃあここは一旦オンオフを叩いた瞬間すぐ右に行ってドアに入る。多分これで合ってると思うんですよね。うわ、中間ポイントまだなのか。絶対次中間ポイントと思ったんだけど、これはなんだ、キノコで、このまま先に進めるみたいな。うわ、右すげえ怪しくない？あの右すげえ行きたいんだけど、こっちは違うって分かっても行きたいんだよな。これはどんな新耐久だ。え、そんなに難しくないんじゃないの？ていうか新耐久と見せかけてこっちが実は合ってるみたいな、そういうパターン来るんじゃないんですかね。アゲイン、何ですかアゲインって。またここ。いやでもさ、ブラパの右にブロックがあったんだよね。そのブロックが開いて右にゴールできるみたいな、そういうパターンありえるよ。どうなる。そういえばね、今年の夏何かしたいなと思ってね、めっちゃ考えてたんだよね。そして考えに考えついたのがイルカと泳ぐこと。いやマジだよ、イルカと泳いだことある人っているかな。いや全然ダジャレでも何でもなくて、マジでしたくて、今年の夏はイルカと泳ぎに行ってまいります。それで、ね、大分県にあるらしいんだよね。これ先に進めんや。なるほど、ちっちゃくなってこらっていうことで、またこのダブルバレか。でもこれはまあそんなに難しくないからね、飛ばしたいと思います。これさ、チェックポイント2までめっちゃ長いよね。さあここは左下、一旦このほうだ、一段ずつ降りて何もしない。一番左が正解っていうことか。ここで合ってんのか。いや熱い熱い。でこっから右に行けばいいんじゃないのかな。そしたらさ、50ポイントの方行けるよね。これが正解っていう感じでしょ。あっ、ナイス。これでチェックポイント2でゲットっていう感じで、これ乗れないのかな。あっ、なんか乗れるね。このまま乗って上に行けみたいな、まあそんなことはないと思うんですよ。ちょどいてよ、頼むって。どいて、殺させて、大丈夫、タクシー。これ降りれないの。やべ、マジで降りれないんだよね。うわ、ここで、よっしゃ、来た、危ねえ。マジで降りれないところだったね。チェックポイント2はどこ。これもう取ってんのかな。今のさ、クッパクラウンを取ったことで取ってるみたいな、もしかしたらそういう可能性もあると思うんだよね。
やだ、予感しかしねえな、ここ。左戻ってみる。一旦この左戻ってみようか。右なんかすごい嫌な予感がするんだね。あ、取れてるよ、中間ポイント。じゃあ一旦やられてもいいっていうことなんだね。あら、右に行けなくなってる。なんか代わりにね、左に行けるようになってんだよね。ちょっと折れるのがマジできついんだって、ほんとにこれ。ボロ出してる。何このゲーム。こういう死に体験あったら一番苦手かもしれない。頼む、ほんとに折れさせてくついてくんだってもう。これ上手い降り方あんのかな。いや、やっと降りれた。もうこれ経験したくない。もうさっさゴールしたいで、これを経験した。うえ、降りたいのはこっちなんだよ。ふっかぺっぺ。それじゃあここは何もしなかったらリンクが取れるっていうことなんだね。そして右に進めと。そういうことか。一旦これは右の砲台壊していいんじゃないの。そしてここはヒップドロップで行けっていうことだと思うんですよ。さあ行きますか。そしてここは避難して、これ叩きて。すげえ叩きて。叩いて何もしない。やっぱ魚だと思い出した。大体ああいうところ魚が多いよね。これはもう上に行くしかない。え、リンクを取って、いや、これツタだよね、絶対にツタだから、このリンクを取って左に行けと、そういうことだと思うんですよ。さあ、これで合ってるのか。頼む、こっからゴールさせてくれるのか。ワンっていう文字が消えましたけど、どうなんだ。うわ、絶対あののかんちゃんか。50コインの方信用すればよかったな。トラスト、すいません、信じてない僕が悪かったです。だからどうやってやらせてくれるの。スネークブロック、あなたがやらせてくれるんですか。ここに入ればいい。どこに行くの。頼めて僕を。いや、違うんだって、求めてる場所は。なるほど、イシエチ、あなたが来てくれるっていうわけね。ナイスすぎるぜ、マジで今回イケオヤジだね。この場所マジで言い訳させて。下の50コインの方マジで見てなかったんだよね。見てなかったっていうか、見えてなかったっていうのが正解だね。さあ、ここ、あ、あぶんで、今の石ブロックめっちゃ危険だな。さあ、こっちでゴールできるんでしょうか。トラスト、信じてますよ。僕はゴールだと信じてますよ。どうなる。いやだー。いや、でもさ、さっきとちょっとなんか違うよね。こっからなんかゴールがあるんじゃないの、この絵に。そうでしょ。え、この下。いや、どうすればいいのここね。どうやっても何もできんやんね。うわ、何もできん、本当に。どうすればいいんだろうね。一旦チビになって、いや、マジでわかんないね、ここ。あ、なんか左に入れたよ。土管に入れた。ここがゴールなんじゃないんですか。さあ、土管に入っていきましょう。どうなる。おう、どうって書いてる。でもさ、行き道こっちしかないから、もう僕はこっちを信用するしかないんだ。そうだろ、ここで右のブロックが開くんだろ。そうだと言ってくれ。僕は信じてるよ。最後の最後まで希望を捨てちゃいけない。あの村パに全てを委ねないと思います。さあ、行きましょう。どうなるんだ村パ。僕は一旦この右に行くよ。村パ落ちてくんのか。あれ、村パ来ないで。もしかして右に行けば。やった。いや、でも JK って書いてるな。 JK ってジョークっていう意味じゃなかったっけ。来た。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオタイミングじゃんというこのコース。サムネを見る限りですね、パックンの上にコインが並んでるから、あのコインを取ってゴールしろっていうことだと思うんですよ。でね、よく見るとパックンの裏に線が書かれてるから、一体一体上に上がっていくんじゃないかな。その上がった一瞬の隙をついてコインを取って登っていけっていう感じだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.67%。まあ、タイミングといえば数々の一発マリオをリズムよくこなしてきてるからね、僕は。タイミングコースぐらい任せてくださいよ。あーね、そういう勝ちなんだね。てっきりパックがジャンプするから下から行けっていうことだと思ったんですけど、上から行けっていうことだったのね。まあ、でもそれが分かればさ、そんなに難しくないんじゃないの。いや、違うんだって。まずこれさ、どの辺で乗れるか見ていいかな。パックンと綺麗に重なってる時は
多分鼻先が出てるから無理だと思うんですよ。なんでパックンとパックンの間に来てる時に乗る、多分これでいけると思うんですよね。さあそれで本当にいけるのか、パックンとパックンの間でしょ、この辺から。今日も冴えてんだ、絶対これでいけるよね。あとはみんなも大船に乗ったつもりで見てて、僕は雲に乗ってクリアしてみせますから。さあ行きましょう、雲地獄へようこそ。これリズムに乗りながらだったら楽勝だよ。しりとりしながらやってみよっか。カメメルククンクンクサいや次こそ絶対にやってみる。ささサイコパスススリランカカッカラススリランカいやほんとこれむずけーよ。めっちゃ繊細なんだよね、場所が。この繊細でもいけそうじゃない、これ頼む。いや頼むって。なるほど、あそこでぴったり行かなきゃいけないのね。うわどうしよう、これいやじゃねえんだって。どうやいだよ、隠しブロックとか設置してくれてたらいいのにな。もうこれできる、なんとなくコツつかんだから。だいたいてっぺん一マスしかないっていうのが一番悪いんだよな、ああいうミス起きちゃうって。さあこれでいけるんじゃないですか。いやっはどうもご視聴ありがとうございました。世界一タイミングがいい男になったね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。